皆さんこんにちは。ご紹介いただきました立憲民主党の佐賀県連で会長をしております、また議員フォーラムの幹事をさせていただいています衆議院議員の田口和弘です。本日は30周年、本当におめでとうございます。明るく温かいこの JR 九州ローソン、歴代の委員長本当にそこにずらっとおられますねいや本当にこの30年思い起こすと大変お世話になりました。すごい方々ばかりで、社長も大変なんですね。はい、大変ですしかし給料が上がるということでもう何よりでございます。私も国鉄時代の高木さんという方が総裁の時にですね、呼ばれました。松下政経塾に私東京で研修をやってたんですが、国鉄総裁がお前を呼んでると、また何か変なことやっただろうと、茅ヶ崎に戻ってこいということだったんです。そしたら総裁がそこに松下政経塾におられました。怖い顔した人ですね。で、何ですかと言ったら、私は日比谷の駅のところでホームレスの人と一緒に暮らしてたんです。で、それを本にしていて、それを読んだ国鉄総裁がですね、政経塾まで来て、これを書いた人間を呼び出せって。で、政経塾はまた原口和弘がろくでもないことをしたんだろうと言うんで、私を呼び出したんですね。そしたら高木総裁がおられました。お前は顔を見るたんびいきなりですね、偉いって言われたわけです。で、なんで偉いんですかと言ったら、これからの国会議員はこうじゃなきゃいけない、国会議員じゃないですよ、政経塾の塾生で言ったんだ、スパイはこうなきゃいけないというわけです。ちょっとずれてますよねずれてると思う。僕はなんでホームレスの人と一緒にいたかというと、それは社会の中からあぶれてしまって、あるいは弾き飛ばされて、この人たちを何とかしたいと思って行ったわけですけども、全く違う視点なんです。経営の視点ですね。で、さっき分割の話がありました。この30年は日本は弱体化装置を埋め込まれて、そしていろんな苦労をした30年でした。しかし今年はもうその反転攻勢であります。今までにやられてきたいろんなものがもう限界に来て、今日本は1世帯あたりの世帯所得が2万9千ドルです。今年まさに台湾にも韓国にも抜かれている。で、その中でこの労働運動で皆さん頑張ってくださって、給料を上げなきゃいけない、でも下がってる。私たち国会議員の責任です。弱体化装置を入れられてるんです。だからこれを一緒に外さなきゃいけないというふうに思います。そもそも鉄道の150周年皆さんと一緒にお祝いさせていただきましたけれども、その時に明治政府は金ありましたか？ないんです。鉄道を中心に日本を発展させたにもかかわらず、逆に今公的なお金、鉄道議員フォーラムの議員だから言うわけじゃありません。道路に使っているお金に比べて鉄道に使っているお金がどんなに少ないことか。変えましょう、一緒に変えましょう。日本は大きな国なんです。世界最大の債権国です。その債権国である日本がこんなケチケチの貧乏たらしいことをやる必要は全くないんです。私たちは立憲民主党を中心に日本の未来を作る勉強会というのをやっています。正しい財政観、正しい国家観、そして独立自尊の日本。今この間サウジの人が5分で動きました。今世界はですね、ずっと握手と和解です。握手と和解のところには平和と発展が約束されています。しかし日本どうでしょうか。今あそこを憎め、ここを憎め、ここと戦争するんだと馬鹿高い とんでもないものを交わされてますね。佐賀のオスプレイもそうです。そんなのもいらんじゃないですか。団結しましょう、団結しましょう。そして日本を守りましょう。鉄道を中心に私たちはこの日本が発展してきた。今またここの JR 九州の皆さんを中心にですね、労組の皆さんを中心に日本を明るく温かい、そういう繁栄の日本にしていこうではありませんか。この30年の記念
すべき日にあたり、私たち同僚もたくさん呼んでいただいてます。私も若干姿形が変わってますが、悪性リンパ腫というのにかかりました。しかし、人は人によって助けられるんだなと思います。半年の闘病を経てですね、もう消えました。これも皆様のお力のおかげだと思います。私たち皆さんと手を携えて頑張っていきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。留守になりますが、JR ローソン九州の皆さんのますますのご発展と、それから会社もって付け出しみたいです。石原会長も本当にありがとうございました。NHK の経営委員長にまでね、お願いして無理なことをお願いしました。皆様に心から感謝を申し上げて、明るく温かい日本を作ろうというエールで締めさせていただきたいと思います。本日は本当におめでとうございます。